はい、諸橋めぐむ選手です。決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。愛ちゃんだけで俺のこと気づいてくれたの。いやー、小川さん、顔がね、優しくなってるんで、少しこう、選手のオーラが消えてかかってますよ。消えかかってる。はい。愛ちゃんだけ気づいてくれて、他誰も気づいてくんないんだよ。いやいやいや、もう僕はもうすぐ気づきます。愛ちゃん、オーラすごいけど。いやいやいや、最近の安定感はなんで？いや、もう、小川さんの褒め殺しのおかげですよ。それ、昔から言ってんね。準決勝の走り、はい、吉田拓也選手はいかがでした？いや、本当にスピードあるまくり打ってくれたし、うん、結構落ち着いて、まあ、いい部分と悪い部分出たんですけど、うん、しっかり、ね、まくり切ってたんで、まあ、その辺はさすがかなと思います。悪い部分っていうのはどういうところだった？やっぱり多分ジャンぐらいで1回いけるとタイミングがあったと僕は感じたんですけども、あ、まあ、そこでいけてると多分ノブももうちょっと成績が良かったかなというふうに思いますけど、でも吉田君のその前が見られてる判断っていうのは僕は見えてないんで、うん、どのぐらいこう殺されてるかっていうところは僕は見えてないんで、そこは踏まえるとやっぱりいけなかったのかなというふうに思います。逆に良かった部分は？いや、だからしっかりね、あのスピードの中バンマクしてるところを上をまくるっていうのは、うん、素晴らしいな。そうだね、強いよね、はい、力技ですね、うん、2日目菊池武人選手と走りましたけど、はい、菊池選手の強さというのはどうです？いやー、練習のね、強さを見てると、うん、もう一伸びすると思ったんで、うん、まあ、その辺がね、やっぱりレースまたグレードレースでの、あ、もうちょっと場数踏んでくれればもっと飛躍するかなと思いますね。あ、なるほど。じゃあ楽しみだね。能力はすごいです。楽しみですね、これからね。楽しみですね。ヤフコバンク、今回地元戦、はい、どのような気持ちで乗り込みました？まあもちろんね、優勝を目指して練習してきたのもありますし、まあいつもここから始まると自分も思ってるんで、あとは明日やるだけやるというふうに、で残りの今年のまた下半期は惰性でいきたいと思います。私、弥彦競輪場入ったら、はい、もう弥彦駅の前から愛ちゃん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 ファンの方がすごいんですけど、また本当ですよ。いやいや、ありがとうございます、はいはい、本当に嬉しい限りですね。その愛ちゃんファンに向けて一言お願いします。いや、本当に暑い中ね、本場に来ていただいて、それすごい声援いただいてるんで、もう力になってるし、やっぱりそういう舞台で走れる喜びもあるので、まあ、決勝戦大いに盛り上げていこうかなと思います。はい、あと、はい、もう一つあるんですけど、はいはい、本気の競輪 TV のディレクターさんが、はいはい、ご存知ですよね、はい、そうですね、そうですね、はい、あの方が今バックストレッチに横断幕を出させていただいてるんですよ。黒い横断幕。え、ほうほうほう、はい、はいはい、で今回それを熱烈なファンの方がたくさんいますので、はい、諸橋選手のサインを入れてファンの方にプレゼント企画を考えてるんですよ。はい、横断幕にサインしていただけますか？いやとは言えないですよね。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそです。それでは後ほど、はい、サインをいただきながらありますので、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ありがとうございます。